えー、皆さん、おはようございます。アイエアーカフェ朝活1、24時間中14.4分、素敵な1%を共有しようということで、えー、始めております。新しい気づき、発見、チャレンジ、そんな場所にしていきたいなと思っております。えー、お話は斉藤誠でございます、えー。リハビリテーション専門職の教育とオンライン活用をお伝えしている作業療法士でございます。さあ、えー、本日はですね、 まあ不,不安を取り除きたいんだけどな、ということで、まあ、不安というね、えー、キーワードをもとにお話をさせていただこうかと思います。どうぞ最後までですね、ご視聴いただければ嬉しく思います。まあ、ここでも何度か話題に出しているんですけど、今回のね、えー、不安という意味ではですね、まあ、特にわかりやすいところではですね、えー、アイアンに参加するにあたっての不安というのかな。まだまだですね、こう、あ,あ、まあ、 アイエアに参加するにあたっての不安を取り除きたいなっていうお話ではあるんですけどもちろん皆さんにとってもですねこれってあのいろんなところで、まあ、お話が通じてくる、まあ、非常にこうね核になるようなお話になると思っていますもちろんですね、えーまあ、僕はアイエアに所属してアイエアの上側に乗りますのでね、まあ、常にこうそういったアイエアを中心にいろいろとですね、まあ、考えていくことになるわけですけど 皆さんの場合はですね、臨床の場面、あるいは、リハビリテーションか、リハビリの現場に来てほしい。もうちょっと帰れば、管理職とかになってくると、あれですかね、えー。なんだね。病院で営業っていうのはあんまりないっては聞くけど、 まあ例えば、その、本老券とかのね、ご新規の入居者様とご家族様へのプレゼンテーションしてほしいとかですね。そういった時にね、どんなスタンスで話をするのかっていうところなんですよね。不安ってね、いろんな形でこう生まれてくるものではあるんですけど、特にね、一番簡単に生まれてくるというか、不安のほぼ、ほぼほぼ、 100%に近いくらいのですね、えー、量というのはですね、えー、何から発生してると思いますで、えー、これは多分ね、まあ、間違い正解っていうのはないんですけど、まあ、おそらくこれはね、えー、まあ、世界共通する部分だと思うんですね。誰もが、あまあ、外れた、外れないというのかな。 どこから不安。っってて湧き上がってくると思いますす不不安の出どころです不安ね、なんだかこう、ものすごく嫌な気がして、ね、なんだか自分のパフォーマンスが上がらない、ねえー、すぐ自分に対してね、えー、なんでしょう、セルフハンディキャップじゃないですけどね、ねえー、自分って 自分ってだから、ねえー、自分で自分をね、えー、規定してしまうで。バケツの中のバッタみたいにですね、あ知ってるバ,あのバケツの中にバッタ入れてね、蓋をしておくと、そのバッタはバケツの高さより、ね、高く飛べなくなっちゃうっていうですね,ね。そういった状況にもなってくるわけなんですが、ね、いろんなことに作用する不安、ね。これって自分の中から湧き出してくるんですね。 自分の中以外からは、まあ、不安っていうのは、ほぼほぼ湧き上がってこないんですね。自分の目に見えない、ね、自分が認識していない、何、えー、て言うのかな。まあ、目に見えない幽霊のようなものをですね、こう恐れてしまうわけですよ、ねあの。幽霊はいますっていうね、えー、幽霊大好きな人を、 からしたらですね、えー、今の幽霊いない発言は叩かれるのかもしれませんけどね。<laughs> はい。えーまあ、とにかくですね、まあ、ここでいう意味でのね、幽霊はね、ね、えー、人の霊魂とか魂じゃなくて、いわゆるゴーストです、ゴースト。ね。もやとかね、ね、えー。影とかで。そういったものからあ、何かね、その、この世にはないものをね、 あらぬものを自分のね、えー、素晴らしい、こうね、なんでしょう、イマジネーションマシンである脳みそでもってですね、えー、作り出してしまった幻影なわけですよ。で、それを不安というわけなんですけど、じゃあ、ね、えー、皆さんがね、そういった幻影を生み出してしまうときって一体どういうところな、時なのかなという話なんですね。やっぱりね、こう、アイヤー、 の話題になっちゃって申し訳ないけど、ね、あの、僕が i a アって言ってるところを皆さんのね、施設とか、あリハビリテーションかっていうところで、こう置き換えて、話、あの、話を聞いててもらえるといいんですけど、i a アにね、こう参加する前って、皆さん結構ね、えー、私なんてこう参加しちゃっていいのかしらっていうふうにね、おっしゃる方結構いらっしゃったんですね。えー、なんか、すごいこう、ガチガチな、 印象でね、こう、スパルタ教育でやってくるところなのかしらとかですね、まあいろいろこう、皆さんの中でですね、まあいろいろ想像を膨らませてくださるわけですね。まあもちろんあの、えー、まあやっぱりアイエアのこうね、た、え、ど、ー、ってきた成長の流れっていうのもありますんでね、本当にごくごく初期の頃にアイエアを見た人っていうのは、もしかしたらその、 なんていうのその当時のね、で、イータースタッフのメン、えー、雰囲気であるとかですね、えー、やり方、指導法っていうところからつき作り上げたあイメージっていうのがなかなか払拭されないっていうのでね、えー、あそこってああいうとこだよねっていうようなね、えー、形で、えー、いろいろとこう話をしてしまうんでね、なかなかこう当時の人たちがね、また仲間に戻ってきてくれるのかっていうのはね、このお大きなパラダイムシフトが起きないといけないんで、なかなか難しいところではあるんですけど、 まあ、あの、そういった意味もあってですね、やっぱり一番最初に見てくれた人には、ね、あ、初めてこう、i アを見てくれた。ね、初めて皆さんの施設のホームページを見た、ね、えな、ー、んでしょう。えー、入居説明書、説明会とかね、えー、とかそういうところに来てくれたっていうね、初めましての人が見たときにですね、えー、不安に思わせてしまったりとか、 ね、何か合わないなというようなですね、ま。何かマイナスになるようなね。そういった雰囲気を持たせてしまうっていうところはですね。えー、やはりこう解決しなきゃいけないところなんですよね。で特にこの不安に思ってしまう。ねえー、自分の中から、まあ、自分で自分をこう規定して,、えー、してしまって思い込みを作り出してしまうわけですから。じゃあこのね、不安っていうものね。ね どのようにしたら、その不安っていうものをね、な、ね、くすことができるのかな。不安をもうとにかく徹底的に取り除いていきたいなっていうのはね、ものすごく思うわけですよ。で、えーね、だってそうじゃないですか。ね、えー、いや、リハビリ行かないって、かくなにね、なんか拒否する方って、何かしらこう行かない理由っていうものがあるわけですよね。 まあその部分はあー、いわゆるハンズオフアプローチというかですね、えー、マルチファクターの範疇に入るわけで、その人の中にある物語が確実に存在するわけなんですけど、まあ、その要素の一つになっているのが、まあ、不安じゃないとは言い切れないわけですよね。じゃあその、ね、不安の原因になっているのって一体何だったのか。わからないから参加したくないとかですね、わ、えー、からないからちょっとこう、ね、 どんどん、え、ネガティブなイメージを膨らませてしまうというようなことがあります。でもこれね、もっともっとわかりやすいところでいくと、えっ、ー、とですね、まあ、あれかな。皆さん、あの、東京だとね、たくさん、たくさんというか、ね、街に出ればすぐ行き合うようなところはあるんですけど、 おしゃれなお店とかって、ちょっとハードル高くないですかね原宿の竹下通りはいいけど、裏腹はちょっと入りづらいなみたいなさあ。そんなことない。ちょっと僕は当時、あの辺プラプラしてた時はハードルが高かったんですけどね。普通逆なのかなねあの、まあ、まあ、うちの奥さんと結構こう、ね、あの、パンクスのような、 服とかを買いに、えー、原宿の中をうろうろしてたことはあるんですけど。まあ、ねその当時はちょっと裏原の方に行くともうちょっとおしゃれ系の服とかだったんでね。で、何年前の話してんだ俺。<laughs> 15年前くらいの話か。ねまあ、そんな時代もありましたよ。ねまあ、いわゆるビジュアル系みたいな格好してましたからね。 まあ昔のコートをとうとう捨てましたからね <laughs>。あの当時のやつは。まあ、なんかビルドアップしちゃった後、着れなくなったんだけどね。まあそれはいいんだけど、でそういうようにこう、なんていうのうーん、なんか、おしゃれ、おしゃれモンスターじゃないけどさ。ね えー、おしゃれ度が急に上がってなんか入りづらくなったな、みたいなね。あ、それはもともと同じ店がなんか作り変えたりとかしないと起きない現象か。ね。さっきのね、えー、ね、原宿と裏原の違いとかさ。あとは何でしょうそこだけじゃないのか、まあ、当時の話をしてるから今は微妙に違うかもしんないけどね。まあ、何でしょうあとは丸いのね、ビルの中でも、だいたいこうね、行くお店って決まってきちゃうじゃないですか。 ねえー、どのフロアのところに何があるっていうのを把握して、まあそこから対してね、えー、動かなかったりとかね。まあでもそうでもないのか。最近はビルごとだもんな。ねえー、丸いヤングには行ってたけど、丸いワンには行かないとかね。なんかいろいろありますよね。まあそういうようにこう、ちょっとでもね、えー、まあお客をこう分けてるっていうね、見方をすれば、まあもしかしたらね、 まあ、丸いとかは大手企業だからいいんですけど、まあ、それはそれでいいんですけど、でも、皆さんの場合は、自分のリハ室であったりとか、ああ、ね、老犬の施設であったりとか、ね、ええ、そういう形になるわけですから、ね、僕たちであれば、イヤなわけですからね。ねええ、あんまりこうね、ええ、なんかそういういろんなブランド展開をする前の話なんですよね。 なんかこうね、ハードルが高いかなって思わせては、まあ、いけないというかですね。っていうことなんですよね。実際こうね、えー、なんか敷居が高いかなと思ってしまうようなところっていかないですよね。ね、今言った服屋の話なんかは全部そうですし、失礼。<laughs> まあ、あの、あと何でしょうね。やっぱりおしゃれなね、えー、おしゃれなお店 ランチの、ランチもね、えー、ちょっとおしゃれすぎるとハードル高いかなとかですね、まあ、思ってしまったりとかですね。やっぱりそういうところもたくさん出てくるんだと思うんですよね。あ,あんまりこうね、えっと、なんでしょう、こう、確かにホームページのデザインとかもね、えー、まあ、オシャに行ったりとか、あまあ、見や、 っていう方向にね、作りがちなところはあるんですけど、でもどこか、やっぱ、ダサさを残しとくじゃないですけど、あのー、ですね、おしゃれ,しゃれに、おしゃれにとか、なんかこうね、えー、やっぱり自分がいいって思ってるデザインとかになってくると、えー、それはやっぱり自己満になっちゃうときがあるんですよね。 そうじゃなくて、えー、来てほしいお客さんが、あねえー、来てほしい、えー、利用者さんが、ね、来てほしい練習生さんたちがどんな人たちなのか、ねえー、っていうところを考えて作っていかないと、やっぱりこう不安っていうものをですね、取り除くことはできないんだよなっていうところをですね、まあ、改めていろいろとね、思った次第でございます。なかなか難しいところを の話ではあるんですけど、いや、難しくはないんだと思うんですね、多分、えー、ね安心できるデザインをね、目指していけばいいんだろうなと。あ、ここで言うデザインは、あの、ね、絵とかこう、イラストとかそういう話ではなくて、えー、もう全体の構造っていう意味でのデザインです。ね、だからこう、リハビリにね、えー、ちょっと、 敷居の高さを感じてしまうとかであるんだったら、もっとこうね、えー、リハビリテーションってどんなものっていうようなですね、少しこう、なんて言うんでしょう、おしゃれな感じではなくて、ダサさ,さが残るような、<laughs> ようなね、本当にこう、まあそういうものを作ってみるとか、一、ね、個それを作ったら、今度は、えー、ちょっと若、若者というと変ですけど、ね、おしゃれな、ねえー、おばあちゃんとかもいらっしゃいますよね、こう 何でしょう同年代のね、何丸室のね、〇〇さんとは一緒にされたくないわ、みたいなね、すごい頑張っちゃってるおしゃれおばあちゃんとかいたんですけど、でそういう方だったら、まあ、ちょっとこうね、えー、おしゃれなポップな、ポップはわかんないけど <laughs> で、デザインを変えた、ね、こう説明書であるとかをですね、持って行ってみたりとか、でえー、まあ、雰囲気の違う価格をね、いくつか作ってみるとかですね、 ねえあそこじゃないと私やらないわってなったらちょっとこうね順番待ちになって困ったっていうのは僕はちょっとありましたけど <laughs>、うん、まあねそういう形でえいろいろと、ね、えデザインしてみるっていうのは、ね、え皆さんの現場でも必要になってくることなんじゃないのかなと思います。 ということでですね、本日はね、不安を取り除きたいけど、どうしたもんかなっていう話をですね、いろいろとしてきました。えー、一つは不安っていうのは自分の中から生み出されてくる、まあ、幽霊みたいなものだと、えー、ゴーストみたいなもんだ、幻想みたいなもんだと。であればで、その人が不安になる要素っていうものを周囲で取り除いていくことって大事だよねと。でその人が勝手に生み出している幻想っていうものを、ね、変えるチャンスを作っていくことができるんじゃないのかなというお話でした。 でえー、もしかしたらね、タイトル詐欺かもしれないですね。自分の不安をどうにかこうね、えー、解消できるんじゃないかって思ってたからちょっと内容が違ったんじゃないかなとは思うんですけど、まあでも、結局のところはね、えー、自分が勝手に生み出している幻想が不安の、ね、ほぼ100%を占めていると僕は思ってますので、ね、だったら知ること、ね、えー、調べること、質問すること、そういうことでほとんどは解決できることですし、ね、 知ってる人と話をしてみることで解決できることだと思ってますんでね。えー、ぜひそういったあ対処なんかもね、してみるといいんじゃないでしょうか。さあ、ということでですね。えー、本日ここまでにしていきたいと思います。ちなみにこれ気づいてたね。はい。えー、先日、森本さんがね、ファイヤーカフェの中で、えー、紹介していた T シャツです。ね、早速届きました。えい。ね。はい。えー まあ、また、こんな感じで、皆さんにね、えーまあ、次はあの別な色の T シャツで出たいと思います。<laughs> 皆さんもね、あの、なんか、こういったもの、気に入ったものあったらぜひね、まあ、チェックしてみてください。はい、ということで、本日ここまでにしたいと思います。さあ、今日もですね、えー、非常にいい天気になってまいりましたので、ねえー、今日も明るく元気に。 ね、えー、練習を頑張ってきていただけたらなと思います。24時間中14.4分のおー素敵な1%があー、今日の皆さんの素敵な一日につながっていったら嬉しいなと思います、えー。ご視聴いただきありがとうございました。では皆さん、いってらっしゃい。